だっけ、甲羅じゃなくて何ハサミが大きなカニさんの、カニさんがいるんですよ、うん、塩マネギっていう。その塩ちゃんは私知らないですけど、塩ちゃんの真似をされるということ。え、塩ちゃん知らないの？いや知らんよ。ちょ、どんな人？塩マネキみたいな、塩マネキみたいな感じ、うん、塩マネキではないよね。ちょっとよくわからんけども、じゃあ行きましょうかね。塩マネキ、じゃあ塩マネキの塩ちゃんのモノマネまで3、2、1。コタちゃん、コタちゃん遊ぼう。コタちゃん、コタちゃん今日何して遊ぶ？チャイキン、おいさチャイキン食べてチョキしか出し切らんけ。チャイキン意外とで遊ぼうよねえ、コタちゃん。コタちゃんも吠えるの？はーい、はーいと。あら、わからんけん。みんな知らんやろこれ。みんなさ、うん、ついてこいの？ついてこれんよ。干潟の中の話やけん、さすがにね、うん、ちょっとニヤッともでき、みんなちょっとどの顔で見よけばいいかわからん気持ちになってるから。これもダメ、これもダメ。ちょっとガタちゃん、これ多分ね、モノマネはダメやね。ダメ、笑い事でもダメよこれ。どうしようもないね。ちょっとどうしようもないな。だってモノマネこれいけるって思った人います？あれ、いけるって思った方います？あ、2人、3人はいいって言ってます。その3人のために今後やっていきますか？これからもやるね。違う、これじゃちょっとダメやけん、今後はさ、もうちょっともガタちゃん何かできることを増やしてね。もっとたくさんガタちゃんのこと好きになってもらうように。じゃあ、首が取れるマジックを、首が取れるマジックはやらないでください、